ゲストハウスくらい俺たちだけでも行けるってのに。いいんだぜ、シャノンちゃん、戻って休んでてくれよ。いいえ、お送りするのも仕事ですので。親族会議中はうちのお母さんとか源氏さんもピリピリしてるからな。下手に私たちが気を利かせるとシャノンがサボってると勘違いされちゃう。そうだね、素直にお世話になった方がむしろ迷惑をかけないだろうね。ありがとう、シャノン。いいえ、確かにお嬢様のおっしゃられます通り、今日のお屋敷はピリピリしています。だから私も皆さんとご一緒して外の空気が吸えるのでちょっと肩が楽です。親族会議か、わざわざ俺たち子供を追い出すくらいだから相当タチの悪い話をするんだろうぜ。だろうね、僕たちはきっと何の力にもなれない。せめて邪魔をしないようにするのが一番の協力だと思うよ。どうせまた金金金って話だろうぜ。普段散々金持ちだと吹聴してるくせに、いざとなったらもったいぶりやがる。パーッと気前よくみんなで山分けすりゃいいのよ。そりゃ豪快な話だぜ。俺にも分け前がもらえりゃいいのによ。もし俺にももらえたら、その時はシャノンちゃんにも分けてやるからな。どうもありがとうございます。お気持ちだけで嬉しいです。シャノンは欲がないね。年頃の女の子なら買いたいものがいっぱいあるだろうに。そうですね、でも私欲しいものの中にお金で買えるものがありませんので。ひゅー、無欲だな。俺なんか欲しいもん全部並べたら金がいくらあっても足りねえぜ。お金で買えるものにはだぜ。シャノンの言う金で買えない欲しいものって何かな。ジョージ兄さんは心当たりある？さあなんだろうね、シャノンじゃないとわからないね。あ、私にもわかりません。ジョージの兄貴は俺にとっても尊敬できるお人だ。シャノンちゃんは本当にいい人と巡り会えたと思うぜ。だな、私もジョージ兄さんなら安心してシャノンを任せられるぜ。からかうのはよしてくれよ。僕たちにとっては真面目な問題なんだ。それよりジェシカちゃんの方だってどうなんだい。カノン君と少しは仲良くなれたのかい。お前カノン君とそういう仲なのかよ。汚いぜジョージ兄さん、そういう話の切り返し方は汚いぜ。しかし驚いたな、まさか本当にじい様が登場するとは。なるほど、これが魔女の反撃というわけね。金蔵というジョーカーはもう少し伏せていたかったところだが、そろそろ切るのが頃合いであろう。切り札は切るためにある。くそ、じい様は最初から死んでて、その代わりに謎の18人目が紛れ込んでるっていう俺の推理はここに来ていきなりバッサリってわけか。いつかはそなたが金蔵を疑いに来ることは読めておったわ。さあさあ、これでそなたの推理は再びゼロに戻ったぞ。
金蔵は最初から死んでいて、その代わりにわらわが18人目として紛れ込んでいたという推理はこれでパーだ。くそー、だがくじけねえぞ。一つの推理が外れただけだ。嵐のように暴風のように襲いかかってやる。そうでなくてはな、そうでなくてはな、まだまだ第一の晩餐始まっていないぞ。屈服にはあまりに早すぎる。そうね。そして赤き真実で否定されたわけでもない。今この瞬間の時点でまだバトラの説は破られたわけではない。勝ったつもりになるのも早すぎるわよ。そうだ、確かにあっさり鵜呑みにするにはまだ早いな。爺様がいよいよ登場するということにはなってるが、やっぱり体調が悪くなった云々言って現れない可能性だってある。爺様は本当は死んでいるという事実をクラウスおじさんがギリギリまで苦し紛れで引き伸ばしているだけかもしれない。なるほどなるほど、そういう考え方もあるか。好きにするがよい。すぐに決着する。すぐにな。どうか。ええ、マリアは傘をくれた人物をお父様だというのよ。なんちゅうことや。ということはつまりわしらの作戦は根底から崩れたっちゅうわけか。作戦も何もお父様が健在で自ら発表があると言った以上、もう兄さんとのくだらない駆け引きは一切不要だわ。だな、クソ親父め、もったいぶらずにとっとと現れてくれりゃよかったんだ。おかげで俺たちは兄貴と無駄に揉めただけだ。それを試したかったのかもね。血のつながってない私が言うのもなんだけど、あなたたちのお父様かなり頭はいいわよ。日中のやりとりは多分使用人の誰かに聞かれてお父様に報告されてたのよ。なんてこと。お父様の遺産が目当てで騒いでることはもうバレバレってことじゃない。ああ、なんてことよ。お父さんの耳に入ったとまだ決まったわけやない。いいえ、入ってるに決まってるわ。兄さん以外の全員がお父様は死んでいると言い切り、お父様の健在を信じなかった。ああ、もう終わりだわ。お父様は宣言するのよ。兄さんこそが後継ぎで、私たちには片翼を身にまとう資格もないと宣告するのよ。ああ、私は。姉さん、しっかり。ローザさん、マリアちゃんは本当にお父様に傘をもらったのかしら。え、どういう意味。マリアちゃんはお父様に会ったかもしれない。でも私たちは会ってないわ。マリアちゃんがそうだと主張しているだけよ。そんな、マリアが嘘をついているというの。落ち着けよローザ。マリアちゃんが嘘をつくとは言ってねえ。だがマリアちゃんは素直な子だろ。例えばだが、ゲンジさんあたりが、この傘はおじい様からマリア様に渡すように言われました、みたいなことを言ったら、マリアちゃんが親父に会ったわけでなくても、おじい様に傘をもらったって言うかもしれねえぜ。そうね。その手が考えられるわ。だがな、マリアちゃんはこう言ったんやろ？おじい様がやってきて傘を渡してくれたと。ええ、そう言ったわ。おじい様から直接受け取ったと、はっきり言ったわ。
直接か、お手上げだな。下手な考え、休むに似たりとはよく言ったものだわ。ちょっと考えてみたら、傘がどうこうなんてどうでもいい問題だわ。どうしてよ、マリアちゃんが兄さんに買収されて、あたかもお父様が健在であるかのように嘘を頼まれたかもしれないでしょ。傘が確かにお父様から渡されたなんて証拠どこにもありはしない。マリアちゃんが誰から傘をもらっていようとも、あるいは傘なんかそもそももらっていなかったとしても、お父様はもうじき現れる。現れたお父様の前に傘の問題なんて全くどうでもいいこと、つまり傘の問題が取り沙汰されるのはそうでない場合ということよ。そうでない場合ってのは何のことだ。そうか、わかったで。キリエさんが言いたいのはこういうことやろ。お父さんもうすぐ出会ってくることになっとるが、また難癖をつけて結局現れん可能性がまだ残ってるっちゅうことやろ。そうか、そうよね。私たちの追求に兄さんが苦し紛れの時間稼ぎでお父様が現れると出まかせを言ったのかもしれない。やっぱりお父様はすでに亡くなっていて、兄さんは今なおまだ健在であると嘘をつき続けている。つまりお父様が現れれば全ての策は通用しない。考える必要もない。私たちは訴状の魚、運を天に任せてお父様との直接交渉に臨むしかないわ。それこそ土下座と原骨を覚悟してお金を無心するしかない。でも逆にお父様が現れなければ私たちの当初の作戦は何も揺るがない。なるほど。つまりどっちに転ぼうとも今さらあたふたする必要は何もないってことね。そういうこと。お父様が現れれば本来の親族会議が行われるだけの話。現れなければ私たちは引き続きクラウス兄さんを追求すればいいだけの話なのよ。お父さんの機嫌が急に悪くなってみたいなクラウスさんの言い逃れを決して許さんようにせんとな。どうやら私たちが本当に検討すべきは、兄さんがどんな策を弄してこの場をごまかそうとしてくるかよ。往生際の悪さは私が一番よく知っているわ。お父様がお元気なら私たちは土下座してお金を無心し、クラウス兄さんの茶番だったなら私たちは醜い兄弟喧嘩を再開し、今年も素敵な親族会議になりそうね。だな、下手な考え、休むに似たりってわけか。もうじき22時だな。兄貴に催促してみるか。あなた。落ち着きなさい。もう今更ジタバタしても始まらん。源氏さんに任せよう。もうじき10時ですね。失礼いたします。戸締まりの見回りが終わりました。ご苦労だった。こんな時間まで申し訳ないね、熊沢さん。いいえ、こう見えてもまだまだ夜更かしは得意でございますので。熊沢についてだけは立ち合いを外させてもよいのでは。さすがに体に応えるでしょう。使用人も全員揃えろとの命令だ。逆らえん。
徹夜はこう見えても強いんですよ。旦那様もサバをもりもり食べれば夜ももっとたくましくなれますよ。なるほど。まだまだお元気でおられる。100歳になっても元気でお勤めに違いない。奥様、勝手ながら軽食の準備をさせていただきました。いつでも配膳できますので、ご指示を頂戴できればと思います。ありがとう。やはりあなたは気が利きますね。他の皆さんにコーヒーのおかわりを勧めてください。かしこまりました。